続いてですけども、この歌番で初登場になりますね、奇妙な、組み合わせの、噂のお二人組でございます。ご紹介しましょう。コージ12000のお二人です。どうぞ。呼び込みみたいな。いやお会いできましたね。お会いできましたね。緊張しますわ。緊張するしますわ。こんな久しぶりですわ。初めてですもん。だって、え、お会いするの初めてですか？あのね、以前に1回ね、お寿司屋さんで偶然お会いしたことあるんですよ。僕あったじゃん、隠し芸であったじゃん。隠し芸でも会いましたけど、僕の中ではお寿司屋さんの方が印象に。お寿司屋さんどこ？どこ覚えてる？あのね、フジテレビの横の、うん、東の、はい、と二人で食ってたよね。そうですそうです。それ高さいたの？はい、後で入ってこられたんですよ、うん、秋元康さんとか、うん、いっぱいすごいメンバー入ってきて、うん、うわどうしよう、偉いとこ来てもたんその時はなんか会話とかなさんで、あのね、僕がね、卵を頼んだんですよ、うん、離れたところから、うん、高木さんが、やだよね関西人は寿司の頼み方知らねえんだよなったんですよ。え、なんちゅう人や。ほとんど初対面ですもん。イメージ悪いですよ、ね、なんちゅう人や。トンネルズ高さん、関西人寿司食うとあかんねや、止めながら、どっちも東の僕も卵をダブルで言うたんですよ。表情見たら、あの一応僕らもちょっと緊張してたんで、じゃあほぐすために言ってくれはったみたいなんですよ。で、なんか団体になって、なんか、うん、その後どっか遊びに行きはる話をしたんですよ。あで、東野と二人でずっと、誘われたらどうする誘われたらどうする、面白そうやから行ってみましょうかとか。え、それ何年前ですか？これね、3、4年ぐらい前、4年ぐらい前です、うん、で、君は誰なの？いや、もうこいつのことはもう今日はいいじゃないですか。なんでですか？まあ一応あの、一緒にデュエット、はい、ユニット組んでるんですよ、はい、はい、なんでこの二人が曲を出したの？あの、コンセプトは何ですか？あのね、もともとプロデューサーのテイさんっていう人が、テイさん、はいはい、トワさんが、うん、なんか今度デュエットでやりませんか、って言われて、で、なんか相手が決まらなかったんですよ、で、なんか立ち読みかなんかでキャンギャルプレスかなんかに出てたらしいんですよ。雑誌に載ってたんだ、はい、で、それを見てなんかこの子いいなって言って、うん、完全に素人って書いてありますよ。そうですそうです。三井のリハウスオーディションでは上位にまで食い込んだ実績があるそれはでも受かってねえんだ別にな上位は何かって入っとかないとダメだなと思いました。そうそう、はい、アピールを。すんごい運がいいわけじゃん。そうなんですよ ね、私もびっくりしたんですけど、うん、デュエット組むと、はい、恋心とか生まれてこない？いや、もうでも全くないですよ。あの、何回か顔合わせてるうちに、うん、今日はちなみに口には出しませんでしたけど、うん、今日ぐらいからもう挨拶なくなってますから。何ですか？僕腹の中でずっと思ったんですよ。あ、挨拶ないしてますよ。天狗やってちょっと思ったんですけど、そういうのはね、おにゃんこクラブでもあった。どん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 、もう急にあれみたいな、うん、石橋うるさいよねみたいな、おいおいお前言っとらなみたいな、この間は高校生だったくせにみたいな。ありますね。違います、今田さんが、はい、もう私と話したくないみたいな目してるから。私あ、もうそういう態度取っちゃダメですよ今田さんも。だって今日はね、うん、違うんですよ、うん、一応僕にとっては記念日ですから、うん、やっぱり話してる余裕ないんですよ。あ、何をお話ししようかなとか先週かな、はい、来週は今田耕司さん。今田耕司、はい、何やんだよっつって、やっぱり思った通りの反応じゃないですか。それがいかんちゅうの。頑張りましょうよ。それだから昨日の晩も考えたんですよ。何を僕一体嫌がられるんちゃうかなとかね、うん、どうですよ、今田耕司なんでやねんって、うん、もうへいへいでたからええやんけとかね、そんな思われてたらどうしようとかね。それは思ってたでしょ。それがいかんちゅうね。だって基本的に LINE がないじゃん。 LINE とかね関係ないんですよ。へいへいへい、もうよろしいねん、もうな。ダウンタウンのあれなんだから、ダウンタウンとこ出れば。いやそれがいかん、それがいかん。関係ないんですよ、こう広く、うん、皆さんとこう何ですか、うん、交流 TM と同じ系だ。僕はたまたまそのデビューが、うん、そのダウンタウンさんの劇場で、うん、ずっと一緒に、まあ、やってきたんで、うんうん、まあまあその仲はいいんですけども、うん、やっぱいろんなお笑いの人とか。そうだ、ダウンタウンの二人を師匠って呼んでんでしょ。師匠なんか師匠なんか呼んでないじゃないですか。おい、何なんだ君
よ。それだってトンネルズなんか、ね、あのふざけんじゃねえよ東京もんと思ってんだろ。あ、ほな、おとパロディは天下一品。やめてるんですか。どっちですか。もうええー、加減にしてくださいよ。なんかでも隠し芸で、はい、ワンフーかなんかの手紙かなんか書いてあったのかな、はいはいはい、すごく隠し芸で、はい、トンネルズと会って、はい、すごく嬉しかったって話をラジオかなんかした。ラジオでやってました、やってました。それを聞いて、あ、彼らはいいやつなんだなって言いますか。あ、なるほど、今田くんと東野くんっていうのはトンネルズのこと好き、あの嫌いじゃないんだと、うん、っていう反応は俺にはあった、うん、っていうか、そんな情報入ってくるんですか。入ってくるよ、あの悪口言ってましたよとか。マジっすか、うん、やろーみたいな、うん、ああ、それは気をつけいけないですね、今後で。よかったっすよかったっす。でも、あの聞いたんですけど、うん、岡村とか結構一緒に遊んでるんでしょ。あれ、懐いてくるじゃん。父さん、どんな家住んでんすかとか言って、はいはい、とか言って、で、いや普通のとこだよとか言って、はいはい、見せてくださいよとか言って、え、で、家来て、はい、こんな家住めるんすね、頑張ればって、お前もうすぐだろっつって、あー、騙されてますね。騙されてます。調子いいじゃないですか、それ。いや、騙されてんねん。え、何、うん、今田くんと付き合った方がいいわけ、はいはい、いや、もちろんですよ。そう、人間的にもそうでしょうね。どういうメリットがあるんですか、今田さんと、そのね、メリット、デメリットじゃないんですよね。行きましょう、何ですか。なんか人間として、なんかこいつにやったら話せるなとか。あの、だからお互い、どっちとも並行して付き合えば分かると思うんですよ、おのずと答えは。あ、そう、はいはいはい。じゃあ何、俺は一回今田くんと飲んだ方がいいわけ。もちろん飲んだ方がいいですね。そう、はい、なんか偉そうになるんですか。今田さんは仲良くしたい気持ちでいっぱい。いや、もう全然、そら行こうよって言います。どんな話するんだろうね。いや、そらもうこれからのお笑い談義ちゃいます。東京の人だから、高橋さんもそうやし、のりたけさんもそうやし、あとひろみさんなんか、お笑いの話とかって普段お酒飲みながらすることもあんまないですもんね。俺はするよ。え、僕にそんな話してくれたことないよね。お笑いの話したって別に、あの、ね、歌なんだから基本は。俺歌？はい、俺歌だからね、うん、そうです。ちょっと、あの、いろんなバラエティやりすぎですそうそう。お笑いは怒ってるよ。そうですよね、うん、ゲストで呼んでくれたりすんのやったらまだしもね、うん、俺もスマスマで歌とか歌いてえな。ビュービュービューとかビューとかいつまでか立ってるみたいな。僕はじゃあ中井くん温泉でいいですわ。はい、スマスマは無理やと思うんで。はい、彼女も少し喋りさせてあげるよ。いや、ちょ、まあ、ほんま、そうですね、じゃあ、そうしましょうか。いやいやいや、マイコさんは今田さんはどう思われてるんですか。お笑い頑張ってるんだなって思うんですけど。完全に見下されてんな、これ。見下してる。なんでですか。見下してないですよ。お笑い頑張ってるな、うん、でも、はい、タカさんも頑張ってるですよね。同じ言われ方。私、うん、はい、あの、あれ大好きだったんですよ。何がですか。指を刺すなっちゅうの。指を刺しながんな。仮面ノリダの敵役。な頑張ってたんだよな、おじさんな。私ね、お母さんにいつも9時に寝なさいって言われてたんだけど、9時からだったじゃないですか。だから、もうこれだけは見せてって言って、ハマーで磨いて、パジャマ着替えたらいいわよって言われて、着替えてみ、ハマーでじーって。ラッコラッコだ。騙されてます。待ってくださいよ。まあ、ダメ。ヘイヘイヘイ出た時のは、なんかこうテンション上がってました。あ、まあまあ、こんなん言いたくないですよね。いや、多分ね、人がいいんですわ。騙されやすいですわ。騙されやすい、だから僕みたいなのがこう見抜く人間がおらんとあかんと。そばに、どうやら。どうもありがとうございました。そして来週ですか、来週のゲスト、目玉にマーニーウルフロスの皆さん、そしてゲストの森高千里さんをお迎えしてお送りするということですね、はい、今日はどうもありがとうございました。なんか言い残したこととは、タカさん最後のメッセージじゃないですけども。いや、もう、あとは飲みに行って、この21世紀のお笑いとかについて話すぐらい。じゃあ12時まで待ってて。今日ですか。今日12時に俺終わるから。今日もう、あの、ほら、はいはいはい、やるっつったらもうすぐ。あ、開いた。開いた。マナさん。くそ。じゃあ今日12時。何時？高さん。おい、マネージャー、なんであんな仕事入れたんや。この後。何入ってるんですか。おっしゃって、何入ってるんですか、この後は。ちょっとあるんですよ。何があるんですか、おっしゃってください。この後にですね、ちょっと、まあ、こんなね、本当に高さんに誘われたら飛ばしてもいい仕事なんですけども。いいですけども、ちなみに何でしょうか。ちょっと、ラジオの、あれなんですかね、ラジオのすごい大事な、もうこれだけは飛ばすわけにいかん簡単なコメント取りがあるんですよ。くそ。はい、それでは
た来週です。ごきげんよう、さようなら。